はい、どうも、こんにちは、ケンユです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。今回はですね、パッションフルーツの水管理について共有していきたいと思います。水管理ね、土壌の水分の管理ね、とても大変だと思いますけれども、今回は、そういったところをですね、お話ししたいと思います。はい。で、この土壌水分というのはね、まあ、ほとんどの果樹で、樹体の生育とかね、果実の品質、大きく影響されます。もちろん水のあげすぎはね、良くないですよね。過剰な土壌水分というのは、まあ、通気不良がね、起きますから、根っこの呼吸が阻害されて、その結果、まあ、根腐れを引き起こす原因になるわけです。はい。毎日たっぷりね、水をあげてるよという方はね、はい、手をかけてね、枯らすってね、ことになると思われるので、まあ、そこら辺はね、調整されてください。で、また過度な乾燥もね、もちろん良くないです。こちらもね、光合成が実はうまくいかずに、樹体の、生育不良とかね、そして葉っぱとか果実がね、しぼんだりします。はい、やっぱり光合成はね、水が原料になるので、過度な乾燥はですね、やめていただいて、適度な、乾燥状態も与えつつ、適度な水分も与える。まあ、こういったことがね、必要になるわけです。で、今回パッションフルーツ取り上げるんですけれども、まあ、パッションフルーツね、結構この水管理が難しいんですね。はい。で、まあ、うまく花が咲かないよとかですね、果実がうまく大きくならないよってね、よくね、こう、言われる方も多いと思いますけれども、まあ、今回はですね、ちょっと学術論文をもとに、こういった水管理の、水管理による影響をね、少しシェアしていきたいと思います。パッションフルーツ栽培されてる方とかね、これからパッションフルーツやってみたいよとかね、水の管理うまくいかないよとかね、まあ、水の管理うまくいってると思うけど、本当に果たしてそうなのかとかね、この辺の不安とかね、疑問がある方も、ね、このラジオ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回参考にする文献はですね、2018年に鹿児島大学から出された文献ですね。タイトルが、水分管理がパッションフルーツの樹体生育及び、果実品質に及ぼす影響と言われるですね、まあ、まさにドンピシャのですね、論文になっているんですけれども、筆頭著者の方はですね、島田敦さんですね。ありがとうございます。で、セカンド著者がですね、富永茂人先生ですね。もう一方が山本正先生、になっているんですけれども、まあ、最近ではですね、富永先生とよくお話しさせてもらっております。まあ、この前もズームでね、盛り上がっておりました。はい。で、まあ、富永先生ね、柑橘とか、ご研究されておりますけれども、まあ、いろんな熱帯果樹されていたりね、まあ、琉球大学では熱帯果樹の、講義を持たれていたりと、とてもね、権威のある方なんですけれども、まあ、この富永先生とお話しするきっかけで、まあ、いろいろその先生の文献を、読み漁っております。で、今回はこのパッションフルーツのですね、まあ、樹体生育とかね、果実品質、まあ、水分管理とどう影響があるのかっていうのをですね、調査しております。はい。で、まあ、本文献による実験によりですね、得られた結論を、先に申し上げると、土壌の過剰な、湿度とか乾燥はもちろん良くないです。生育、は良くないが、ただし、一時的な乾燥ストレスっていうのはですね、例えば結実率とかですね、果皮の着色、などを向上させるっていうことがですね、報告されました。今回はこの辺をですね、まあ、実験の情報とかね、まあ、こういったものを合わせて報告して、まあ、どういった影響があるのかですね、深掘りしていきたいと思います。はい、乾燥させる時期ね、そしてタイミングが、重要であるということがですね、今回分かったわけです。はい、今回実験にですね、関する情報を少し先にお伝えします。今回はですね、鹿児島大学の、無加温のビニールハウスで、研究がなされました、実験がされました。品種がですね、サマークイーン、という品種ですね、1年生の挿し木苗を使用しております。はい、このサマークイーンね、とても美味しいですよね。よくね、市場で出回る紫色の品種なんですけれども、まあ、沖縄県でもですね、よく出回っているかなというふうに思います。まあ、以前僕もね、食レポしたのかなというふうに思いますけれども、まあ、食レポしていたら、おそらくね、サマークイーンかルビースターかだったと思うんですけれども、概要欄の方にですね、食レポしていたら貼っておきます。で、今回使用した鉢がですね、8号鉢ですね、用土の方がですね、黒土、そしてバラ土の細粒、バラ土の、中粒、バーミキュライト、牛糞堆肥、バーク堆肥、クド石灰、溶輪、そして最後にチアミトキサム、粒剤をですね、混合した用土っていうのを活用しております。はい、詳しく、配合などもですね、文献に載っているので見てください。で、今回実験はですね、2年間やってます。はい、2年間ですね。1年目は、3つの、試験区を設定しました。1つが乾燥区。そして標準区、そして湿潤区の3つの乾燥区をですね、設定して、それぞれ15鉢ずつ管理しました。はい、乾燥区15鉢、標準区15鉢、湿潤区15鉢ですね。
で試験はですね5月2日から8月15日までの約3ヶ月、10日間、なされております。はい、飛行機が飛んでおりましたのでちょっとね一時中断しておりました。やっぱりうるさかったのでね、ちょっと中断してました。まあおさらいしておくと、標準区、乾燥区、湿潤区ですね、それぞれ15鉢ずつやったと。でこの間ですね、水を与える回数は同じにして水の与える量を変えております。乾燥区では1回に 250ml、 標準区では 500ml、 湿潤区では毎回1リットルの水をですねそれぞれ与えてます。換水の回数は5月に17回、6月に21回、7月に25回、8月に12回の換水の頻度でですね水を与えております。換水の量を調整しているというわけですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、ここまでですねこう頭の整理ができましたら、2年目のですね4つの乾燥区も少しお話ししたいと思います。2年目はですね、3つではなくて4つの乾燥区を用意しました。標準区と前期乾燥区、後期乾燥区、前期間乾燥区の4つですね。湿潤区はありません。はい、こちらもですね、まあ、乾水をする回数は同じなんだけれども量を調整しています。標準区は1回の乾水に 500ml ですね。で乾水処理は 250ml、 その半分ですねやっております。前期乾燥区はですね試験開始から着火後約20日まで乾燥処理をしています。でそれ以降は標準の 500ml与えてます。大丈夫でしょうか。前期、すなわち前半は水の量を少なくして、後半は水の量を倍にしてるっていうことですね。で一方で後期乾燥区はですねその逆ですね。試験開始から着火後約30日までは、標準区ですね、500ml 与えて、それ以降は、8月の、まあ、10日あたりまではこう乾燥処理をすると、半分の量にすると、そういうわけです。はい、前半の量が多くて水の量が多くて後半は水の量を減らすということですね。で、前期間乾燥区はずっと 250ml のまま、少量の水を与え続ける、ということですね。はい、大丈夫でしょうか。こちらもですね各月の乾水の回数がですね5月に17回、6月に15回、7月に26回、8月に18回、です。はい、試験区がね頭に入ってなかったらもう一度お聞きください。まあ、それがね文献を読んでですね、ご自身でですね確認されてください。はい、それでは、まあ、結果の方に移りたいと思うんですけれども、まあ、結果については本、文献の一部をですね、引用させていただいておりますけれども、まあ、本当にざっとしか紹介しないので、具体的に知りたいよという方は、水分管理がね、パッションフルーツの受胎成功及び果実品質に及ぼす影響というね、本文を確認してください。これインターネットで無料で見れるのでですね、ぜひ、ググってみてください。はい。概要欄に貼っておきます。はい。概要欄に貼っておくので、見てください。はい。で、湿潤区ではですね、湿潤区というのは、毎回1リットルの水を与え続けたところですね。そこでは、受胎生育がですね、抑制されて、結実率が低下したということを示しております。つまり、水の上げすぎは毒ということですね。8号鉢で、毎回1リットルの水を上げるのは良くないということです。はい。で、まあ具体的にはですね、7月以降に光合成速度が著しく低下しました。葉っぱがですね、黄色くなって黄化しましたね。で、根腐れが確認されました。根っこのでんぷん含量がですね、低下して、果実の成熟日数も他の処理区と比較してですね、とても短いという結果になりました。はい、大丈夫でしょうか。毎日ね、水を、1リットル近く上げてる人はおりませんが、大丈夫ですか。はい。で、これもちろんですね、排水性のいい土壌とかね、作ってあげて、まあ水の量を調整するとかももちろんあるかもしれないんだけれども、やっぱり水の上げすぎ自体がですね、やっぱり気をつけることで、手をかけて枯らすっていうのは一番ね、残念なことなのでね、まあ、この辺調整されてください。はい。次ですね、乾燥区、乾燥区ですね。乾燥区は、受胎生育が、すみません、受胎生育や、花芽分化、が抑制されて、果実の成熟が遅れたということを報告してます。で、実った果実もですね、かなり小さくて糖度が低かったということが、報告されております。こちらですね、1回にだいたい 250ml の、まあ、少ない量の水を、与えているということなんですけれども、やっぱり果実がね、小さくなるとか、糖度のりがあまり良くないとかね、まあ、こういったことが報告されています。で、そうなった場合は、やっぱりですね、水を疑ってください。水が足りない可能性があるので、まあ、ちょっと増やすとかね。はい、そういったことをされてください。次にですね、で、今回文献で面白かったのが、乾燥ストレスを与える時期ですね、タイミング、2つ試しているんですけれども、前期乾燥区、まず前期乾燥区から行くんですけれども、こちらは着火後約20日まで乾燥させて、その後に、水の量を増やしてるっていうものですね。初めは乾燥させて、着火後に水の量を増やすっていうことなんですけれども、こちらですね、花や脂肪及び果実は、確かに小さくなるんだけれども、これ葉緑素の含量ですね、SPAD 値っていうんですけれども、SPAD 値がですね、向上したり、結実率がですね、その結果上がったという結果に
になりました。はい、毎回ね、結実率が少なくて、まあ、あまり着火が安定しないよっていう方はですね、一番最初にこう乾燥、ストレスを与える、これがですね、もしかしたらいいんじゃないかっていう結果になりました。面白いですよね。はい、つまり、ま、適度に水を切る時期を調整するっていうことですね。結構、ま、着火率、ま、結実率にですね、が上がるっていうことがですね、認められておりますので、ぜひ試してみてください。で、また一方で、後期乾燥区ですね。初めは結構こう 500ml の乾燥をして、その後に、だいたい着火後約30日、この時期まで、標準的に水を与えて、その後、乾燥ストレスを与えるっていうのはですね、樹体の生育とか花芽形成、光合成速度が抑制されて、あまり生育が良くないんじゃないかというふうに思われるんだけれども、実は、花皮のね、着色が良かったというふうに、報告されております。はい、まあ見た目が綺麗になるっていうですね、まあこういったことに、なりました。はい、つまりまあ、極度な乾燥とか過湿は、生育を抑制するんだけれども、乾燥するタイミングによっては、結実率が上がったり、着色が良かったのでね、まあそういった良い側面もあるっていうことがね、わかりました。はい。まあ、なんだろうな。適度な、こう、水分とかね、大事ですけれども、こういうふうに乾燥ストレスのタイミングとかね、時期を調整してあげることによって、まあ、いろいろとですね、いい結果も出てくるよっていうことですね。はい、この辺もね、まあ、研究しがいがあるっていうことで、ぜひね、参考にされてください。特にね、鉢植えで、雨よけ栽培ですね、室内で栽培されている方とかですね、もしかしたらこの辺をですね、ちょっと意識するだけでですね、こう、まあ、ご自身の求める、まあ、果実がですね、作れる、可能性がありますので、ぜひ、この辺を参考にしていただけるといいのかなというふうに思います。はい、今回はですね、パッションフルーツの、まあ、水分の影響についてお話しさせていただきました。まあ、普段はですね、パッションフルーツ以外にも、まあ、熱帯果樹とかですね、まあ、アボカドとかね、マンゴーとかね、まあ、バナナとかね、まあ、いろんな、作物に関する、まあ、学術的、まあ、なんだろう、情報などを提供しております。はい。で、あまり詳しくやるとですね、こう、まあ、嫌がられるっていうね、こともあるので、まあ、がっつりね、難しい話が聞きたいよという方は、オンラインサロンの方に入ってみてください。で、オンラインサロンの方では最近ね、こう、アボカドパーティーといってね、こう、なんだろうな、隠れ家的なところで、こう、熱帯果樹を栽培している、まあ、日本各地に散らばった熱帯果樹マニアの人がですね、こう、ワイワイするっていうね、そういった空間があるので、ぜひ、覗いてみたいよという方はね、オンラインサロン入ってみてください。ということで、最後までありがとうございました。あと、ぜひ、いいねボタンね、押してください。はい、いいねボタン。はい、ここまで聞いた方はね、いいねボタンポチッと押してください。はい、熱帯果樹のね、なんだろうな、こう、全体の、市場の向上とかにつながると思いますので、ぜひあなたの一票をお待ちしております。ということで、今日も少し遅れましたけれども、素敵なパッションフルーツライフをお過ごしください。ケンユでした。バイバイ。